安倍さん、メッセージありがとうございますというよりもレポートありがとうございます。動画の方見させていただいております、驚きましたね。今回もね、アップロードして数時間で、その丸1日経ってないのに、まあ、今のところね、チャンネル登録者数の方が180人というね、異常な伸び。1週間で100人増えましたよね。で、再生回数がこの動画わずか数時間で150回ほど上がっています。で、プラスですね、いいねが22件ということで、悪いねがゼロと。まあ、悪いのは別についても全然いいんですけども、まあ、そういった形になってます。ものすごくね、好感度があって、多分インターネットで普通の人からここまできっちりと選挙の情報とかをね、聞ける YouTuber さんっていうのは安倍理恵さんぐらいしかいないと思います。これはね、本当にそう思いますよ。他の方ももうレポートは出してると思いますけども、自分の気持ちを語ってるっていうよりも、こうなんですかね、立花さんが喋ってる時とかをダダ撮りしてそれを上げてるだけなんで、別にその撮影者の気持ちっていうのは入ってないわけなんですよ。でも今回のように、アビリエさんの視点が入ってる、自分の解釈が入ってるってところがものすごく価値を帯びるんですよね。で、その中で入ってました、口コミですよね。なんか女性の方、50代から70代ぐらいかよく分かんない方が、海老名市民バカにしてるよねみたいなことでも、やっぱりね、話題になってると。これが何を意味するかっていうと、口コミっていうのは、YouTube を見た人同士が知っていることは口コミではなくて、 YouTube 見てないのに YouTube の情報を口コミで話し合ってるお茶飲み話とか座談会があるのが口コミなんですよ。要するにね、立花さんの狙い通り、ネットを見てない人まで話題にしだしたでしょ。これがすごいんですよ。だって YouTube を見てる人だけで話題になってもなかなかなんですよ。山本太郎さんもそうですけども、 YouTube を見てない人が演説の前にね、1000人ぐらい集まるわけですね。すごいですね。あれはね、嵐のコンサート以上の熱気だっていう風な評価もありますけど、私もそう思いますね。で、ああいう風にネットを見てない人の直接の話し合いを広げていく口コミを成功させたのが、令和新選組の山本太郎さんと N 国党の立花隆さんというね、この2人だと思います。だからその分では共通だと思いますけども、戦略とか考え方とか行き着く先っていうのは、これまた全然違いますんでね。今のところ私は山本太郎さんよりも N 国党の立花様がかなり思いをかけているところかなというところでございますね。まあ、それでね、安倍理恵さんがすごくいいなと思うのは、いいなっていうか、これからやったらいいんじゃないかなと思うのが、なんですかね、安倍理恵さんがその地区で話されたことを動画の中で話すっていうことですよね。そうすると視聴数も上がるのかなと思います。でね、後半の方で海老名ララポートの前の動画ありましたけども、いや、これいいですね。なんかね、私もね、何度も言ってるんで、臨場感あるね。楽しい。自分が近所に住んでるみたいな感じがしますね。この一体感、やっぱりね、現場をいろんなところ映していくと、例えば駅とかショッピングセンターを映すと、そこに行った人が自分のことのように動画を見てくれるんですよ。この効果もね、多分ね、無意識で使ってると思いますけども、かなり効果高いですよね。安倍理恵さんの動画っていうのは本当にプロの YouTuber さんがやってるのと同じですんで、このまま突き進んでいっていただきたいと思います。おそらくね、この選挙期間中に順調にいけば、チャンネル登録者数はこのペースでいったら1000人は超えますね。で、いつもいつも海老名が注目されてるわけではないと思いますけども、海老名の選挙が終わった後も立花さんをずっとね、ベンチマークしている、その動画を撮り続けると何が起きるかっていうと、これは1万人に向かいますよね。立花勢力というのは増えていきますから、立花隆で検索する YouTuber さんもいらっしゃいますんで、そうなると安倍理恵さんのことが検索に上がるようになりますんで、いやー、これはね、もう全ての要素を、クリティカルヒットしましたね。すごいと思います。はい、これからも頑張って、というよりも楽しんでくださいね。楽しくやりましょう。楽しくね。はい、では失礼します。